ピグマリオンは1938年のイギリスのロマンティックコメディ映画。舞台や映画で知られるミュージカル、マイ・フェアレディの原作となったジョージ・バーナードショーの1913年初演の儀曲、ピグマリオンをショー自らの脚色で映画化した作品である。監督はアンソニー・アスキスと主演でもあるレスリー・ハワードの二人。映画監督として知られるデビッド・リーンの 編集技師時代の作品である。日本では劇場未公開であるが、ビデオ VHS が2000年4月10日に、DVD が2000年4月24日に発売された。イライザがヒギンズと航路にして、ヒギンズ家から出て行き、最後の最後でヒギンズと結ばれるようになっている。このような改編は、後のミュージカル、マイ、フェアレディにも採用されている。ただ、 この映画に関しては脚本に、ショー自身が関わっていて、本来は作者の意図が反映されているはずであった。大江マリコのマイフェアレディーズ・ウーバーナードショーの飼いならされないヒロインたちによれば、ショーは試写会で初めて結末が変わっているのを知って驚きを隠せなかったという。ロッテントマトズによれば、 18件の評論の内高評価は94%にあたる17件で平均点は10点満点18.2点となっている。ありがとうございます。